ですね、柴田さん。はい。どうです。どんなことを望まれますか。まあ、ビッグアンスラウドのね、実験をするのにふさわしい2選手という感じしますので、はい。まあね、前田選手の目も光っているのかどうか分かりませんけれども、はい。意地を見せてほしいですよね。そうですね。はい。やっぱりその前田氏の存在、もちろん気にかけることのある2人でしょうね。はい。蹴り合いから、はい。前田はね、査定試合とまで行ってますのでね。そうですね。もちろん彼はあの村上と柴田に劇を飛ばしてるんですけれども、はい、やはり同じビッグマスラウドの試合に出てるわけですからね、はい、その2人にもですね、自分のね、主張というか主義主張というか思いをですね、ぶつけてほしいですね、はい、上になっている伊藤、主義主張といえばもちろんしっかりしたもの、芯を持っている2人ですからね、はい、この徳島の地でどんな戦いを見せるか期待も大きいわけですが、共に関節技そして打撃を得意とするスタイル、はい、もちろん激しくなってくるでしょう。腕を取っているのが伊藤。さあ上四方の対戦になりました。薄田です。カウントが一つ入りましたがすぐに返しています。さあ薄田は正式所属の選手ですね、ビッグマウスラウド、はい、過去2戦では池田大輔、そして前回はあのクリス正信とのものすごい試合でしたね、はい、シングルマッチ3連続ということになります。あの椅子攻撃にはさすがに苦しめられました、はい、まあ、第1試合タグマッチでしたから、まあ、この試合が一番の UWF 的な、ね、ものになるんじゃないでしょうかね。そうですね、はい、もうこの構えなどもまさにそうですね、はい、そうミドルキックを放っていく須田、ステップで後方へプレッシャーをかけていく伊藤に対してするりとタックル、後ろに回っていくのは伊藤の方です。両腕を差し込んでいる。こちらもビッグマウスラウドは3大会連続参戦。旗揚げはリキプロの石井智弘戦、膝十字。さあ今日もあの石井戦を彷彿とさせる壮絶ファイトを見せることができるか。思わず声を上げた薄田、この試合最初のエスケープ、あーやはり思わず最初のエスケープというふうに数えてしまったんですが、はい、あのボードにね、あの筋金で映し出されてましたよね、はい、ありましたね、はい、ショーダーを打ち込もうとする伊藤に対してフェヨッツ、いやーローキックは伊藤はですね、思えばリングス前田道場出身なわけですね、はい、前田の直接コーチも受けてるわけですよね、はい、膝突き上げた膝をキャッチした薄田なんですが、後方首回り顎のあたりか、おお、しかし、このさなか、柴田さん、足ですね、薄田。はいはい。もうね、隙あらばね、どんどん取ってきますよね。はい。ロープになっています。結果的に位置がロープに近かったということになりますか、薄田。はい。スルッとスックと立ち上がっています。前傾姿勢、伊藤博之。ここからもう一発ありますからね。気が抜けませんよね、はい、あ、頭から突っ込んでいった、ヘッドバット、いや、そしてまともに前ではなく側頭部のあたりか、後方に回っています。どう、しっかり足でフックしています。20分の一本勝負、ウスターの方は聖堂会館からウイングまでファイトスタイルの幅広さがあります。いや本当にこの選手もいろいろなリングで戦いを展開していますね、はい、いや思い出しますよ、あの世田谷にね、あの UWF の道場あったんですけどね、はい、あの知り合いの方のね、はい、あの倉庫みたいなところ借りてリング作ってやってましたね、こうやって前田や高田がね、やってたんですよね、はい、それをね、あのよく取材に行きましたけれどもね、そうですか、はい、その戦いの言ってみれば発展系を見たいという意見があるわけですか、はい、そのままね、ファンに見せたいというか、はい、道場論からねスタートしたのが UWF でしたよね、はい、道場論、確かにその道場というもの自体が待望の存在でもあるんですかね、はいはい、これも足首決めにかかっている薄田、ロープブレイクになりました。さあ先ほどから薄田がこの足首、足殺しですね、はい、対応しています。どうです、伊藤の蹴りを警戒しているというのもあるでしょうか。そうですね、やっぱり今のローなんかもなかなかね、はい、ただウサコも負けてないですね、
していきます。場内がですね、こうして考えてみますと柴田さん、少し静かに見守っているというような感じなんですね。 UW の時も固唾飲んでね、みんなで見て見守るって言いましたね。なんとなくそれを彷彿とさせるような場内の雰囲気になっています。左右の勝だ。ここから腰を沈めて須田、どうだ、いやいや自ら引き込むような形になったかもしれません。さあそれを左の足、逆肩エビ固め、これも一つの伊藤の得意のパターンになり得ています。渾身の力を込めて、あ、膝のあたりから持ち上げようとしています。ギブアップかどうかと伺いますが、ロープに左手が届いています。拍手を起きましたよね。やっぱりね、ロープレックスって逃げられるとですね、はい、ファンが熱狂するというね、あとカウント、ボードの数字を見ながらね、はい、簡単に熱くなっていくというね、はい、伊藤ゲバッ、ここは今度は逆に薄田が足へ、どうでしょう、かかり具合はまだどうだ、少し浅いのか。ロープブレイクになっています。やっぱり関節技の取り合いになりますね、はい、やっぱりディフェンスもね、やられる方もディフェンスの保守団を知ってますので、はい、なかなかズバッとは決まらないですよね。そのようですね。こうした関節技、そして蹴り技、蓄積してどちらが取るのか、徐々にダメージを与えていって、はい、スパッと決めるしかないですよね。そうですね、はい、理にかなったつながりを見せているのはここまでどちらかというと薄田の方かもしれません。アウトに押し込んでエルボー、もう首筋のあたりいきます。そしてミドルハイになっているか、左の蹴り、距離を取ります薄田、ともに非常に鋭い目線。ああ、翔太はしっかり見切っていましたが、両足を担いできました。タックルの体勢から伊藤、腕に行くぞ薄田、おお、足を絡めながら、柴田さん、はい、脇固めのような形になっていますか。もう攻守がさっと入れ替わりますよね。そうですね、伊藤選手が上にいたんですけどね、あっという間に行かれましたよね。あ、これも足がロープに届いています。お、苦悶の表情は伊藤、下かと思えば上へと、はい、ちょっと思わぬ形で攻められましたよね今ね、はい、やはり全くその技が来ると思っているのと思っていないのとで、はい、意表を突かれるとやっぱりね、はい、違いますね。気合の表情だが、この蹴りかわして下からの攻めが再びありそうだ。三角締めになっています。薄田、ちょっと今伊藤選手不用意ですよね。同じ点に乗っちゃいけませんよね。体勢的に入りは同じ形でしたね、はい、先ほど。そこからバリエーションを見せたのは薄田です。そして上になっているフォールの体勢にもなります。今度は左腕を、このクラッチが取れた、外れた、外れた、不思議になっています。気持ちがため、ロープブレイク、なんと耐えている伊藤ですが、だんだんこれは薄田、おっとどうだ、ダウン取りましたね。ダウンですね、はい、伊藤選手動けなくなりましたね、はい、カウントが6まで進んでいます。なんとか立ち上がる、いや関節技からダウンになったというのも、いやあまりお目にかかる、蹴りとかスープレックスでね、はい、ダウンすることはよくありますけどね。そうですね、ハイキックをかわして、こちら左、はい、顔面か、2発捉えて3発目、いや攻守がまた入れ替わりましたよ、はい、一瞬にして変わりますからね、やっぱりね、ヘビー級同士の戦いですから、はい、一発が重いですからね。今度は伊藤のハイキックで薄田がダウンになっています。カウント9、立ち上がったファイティングポーズを取っている薄田、あとスープレックスみたいですね。キック、サブミッション、スープレックスというのがね、はい、UWF の3本柱だったんですよね。その3拍子、はい、ぜひ見せつけてもらいたいもの。外側からの翔太ですが、抱えて膝、粘り強さを見せる薄田、打撃のキレ、重みもある伊藤、ハイキックをかわして、おお、これは
柴田さん、いい形で、はい、関節技持ち込んできました。どうです、アキレスに行っているのか。伊藤選手粘りますよね。なんとか進んでるところで、はい、捕まりかけながらもね、はい、わー飛び込んできたところに膝が待っていた。カウンターで入りましたね。10分経過のアナウンス。ダウンにはならない。あー、これはグーパンチから左、はい、ほぼ今政権でしたね。はいはい、今もろに入りましたよね。おっと、どうだどうだ。あー、これは正式裁定は10分20秒 TKO。 厳しい厳しいハイキック、伊藤博之勝利です。